一昨日の夜8時ぐらいに、まあ、全く知らない人がこの NHK 党の片岡の自宅の方に訪問してきたというところから事件が始まっています。で、まあ、彼は1ヶ月ほど前にこの東京都八王子市の方に引っ越しをしたというのもあって、まあ、NHK の訪問がまだ、ね、来ているというのもあって、まあ、NHK の訪問に対して備えてたというのもあると思うんですが、すごく賢いなと思ったのは2台携帯電話を持っていて、1台は録音で胸のポケットがどっかに入れて回してたと。で、もう1台は相手に分かるようにこれは録画という形でですね、録音と録画、いわゆる隠し録音と相手に分かる録画という形で対応したということなんですね。お撮影をしてですね、約31分の動画が、片岡正史の動画で上がっていますので、まあ、ご覧いただきたいと思うんですが、まあ怖いですよね。普通にこの来た片平正信という人物ですね、千代田区の会社で不動産をやってるような会社ですね、取締役をやってるようなんですが、その何が怖いかっていうと、その撮影をして約1分半ぐらいの間ですね、笑顔で言ってるんですよね、撮影やめてください、で肖像権の侵害になります、それは犯罪なので撮影をやめて消してくださいと、で笑顔で言ってるんですが、もう突然豹変するわけですね。突然ですね、急に、まあ、右手だと思うんですけど、撮影してるカメラを取り上げてですね、ぐらーっていう感じで、まあ、豹変すると、こういう人がですね、夜にこう回ってくるわけですね。これ NHK とは今回直接関係ないと思うんですけども、NHK は積極的にこういう人を使い続けてきたんですよ。で、今回片岡くんが本当に成長したなっていうか、まあ、これね、成長とかじゃなくて、僕が見ててももうビビってしまいます。僕はもちろん対応できると思うんですけど、片岡くんはまだ彼20代ですよね。で、心の病を持ってて、で心の病党という政治団体の代表もしていてですね、彼自身、まあ、いつ死んでもいいというような結構重めの心の病を持っていながら、怖いんだけど死ぬことが怖くないっていうね、そのやられた行為ね、まあ、いわゆるその突然来た人にね、俺はこういう音声ではないようなんですけど、こうね、俺はヤクザやと、誰にお前口聞いとんねやと、誰相手したか分かってんのかみたいな、でそういう脅しとか、それだけじゃなくて、もう実際に首をね、掴まれたりとかしてるわけですね。で、実際診断書が、出ていて、今日、八王子警察だと思うんですが、警察の方にも診断書を持っていたということで、暴行罪からですね、傷害罪として、もう今、警察が動いてると。で、まあ僕はこの逮捕案件かなと思ったんですが、まあ、警察官も目の前でね、暴行を振るってるってことを見たわけでもないので、身元保証人がいるので、まあ、逃亡の恐れがないということで、まあ、保釈というか、逮捕されずに、今、在宅で、捜査をされるという状態になっているようです。で、まあ、一つはね、この、来た人間、もう、言ってることがもうむちゃくちゃでね、そら、突然人の家にやってきたら、そらね、疑われるって、撮影もされるよ。僕は、突然家に来る人については肖像権があることはその通りです。その通り肖像権はあります。だから肖像権を侵害されていることについては、人の家を突然訪問する人はそれは仕方がないと思います。ただ撮影されるまでは僕は合法だと思います、政府だと思います。それを理由もなくアップロードするのはアウトなんですよね。で、今回この片岡くんが、まあ、片岡正史が片平正信に傷害の、まあ、だけじゃなくてね、付帯虚罪の可能性もあるし、もちろんこれ、ヤクザだっていうと脅してるわけですから、脅迫あるいは恐喝をね、まあ、脅して不動産を売ろうとしたのかな、買おうとしたのかわかりませんが、まあ、いろんな犯罪の疑いがあるわけですよね。で、これ、撮影をしてたから、警察は動けるわけですよ。で、これ、犯罪者っていうのは片平、正信というね、犯罪者が、やっぱこだわったのは証拠の隠滅なんですね。とにかく自分の犯罪を証拠を取られたくないから、そのスマホの動画を消せ消せ。もう途中でスマホを片平は片岡くんから奪い取ってですね、携帯電話を壊そうとまでしてたようです。で、動画最後までご覧いただければわかる通りですね、ちょっと密室なんですよね、部屋の中入ってきてるので。で、なかなかこう、
警察を呼ぶにも呼べないような状況の中でですね、片岡くんがもう必死の思いで部屋から出て警察呼んでくださいって生きた心地しなかったでしょうね。でも片岡くんの中の正義感っていうか、こういう人を世の中に放置していたら多分相当これまでも被害があったと思います。この片平というね人物による被害が。だから片岡くんはすごく心も体もね、そんなに僕喧嘩強いとは思わないですよね、片岡くんが。でもやっぱり彼自身が僕の YouTube で学んだ知恵をね振り絞って、知恵と勇気ですよ、魔法知識かな。いやー本当ね、片岡くんがすごく成長してること、もう彼が本当にこれ政治家やるべきですね。特に彼の途中でなぜそんなことをするんだとこの片平に言われたら、これが僕の仕事ですとはっきりと言ってるんですね。君のような犯罪者を撮影をして、それを捕まえる、それを更生させるというか犯罪を隠さないね、あなたが肖像権侵害だと言うんだったら直ちに警察を呼んでそれをやればいいじゃないかと堂々とですね、片岡くんがそれ言ってる姿を見てね、それが僕の仕事なんだと言ってる姿を見てね、まあ、これはすごい、ちょっとモンスターをちょっと生み出したというか、まあ、出来上がったなと。一昨日の事件の立ち振る舞い、警察への通報に至るまでのその彼の立ち振る舞いはもう100点満点ですよね。で、その犯人の方ですね、片平正信という犯罪者の方はですね、まあ、犯罪者というか、まあ、いわゆる、まあ、被疑者、今、まあ、捜査されてるんで、被疑者かな、被疑者に関しては、相当狡猾ですね。当然、不逮捕罪についての定義なんかも知っていましたし、ただ、残念ながら、肖像権が刑事罰がないっていうことを、本当にこれは知らなかったのかもしれないですね。刑事罰があると思ったのかもしれない。でも、本当にこの被疑者がですね、まっとうな人だったら警察呼べばいいわけですよね。警察官に、不法な撮影をされたんで、消してくださいということを警察官に仲介してもらって、被疑者が片岡くんに対してお願いをして、そこで消せばいいわけですよね。でも、この被疑者の方はですね、なんかまずいんでしょうね。顔がやっぱりネット上にさらされることがきっとまずいんでしょうね。で、これ、もう被疑者ですので、これはもう公開してます。もう警察が実際に捜査に入ってるんで、逮捕されてないだけでね。在宅の捜査が入ってるっていうことなので、まあ本人も別に反省してるとは言いながらも、全然謝罪をしてきてるわけでもないし、なぜ、この、容疑者の名前ね、分かったかっていうと、それは警察の方が、片岡くんの方に伝えてくれた。で、そこからネットで、被害者の片岡くんが検索をしたところ、千代田区の会社の取締役をやってるってことが分かったので、まあ言ってた通り、まあ不動産をしてるっていうことで、そういうところでヒットしたので、その会社の名前も言ったところ、ツイッターでなんか出したところ、容疑者の方は自分のツイートをどうも消してるということだそうです。で、まあこの先ね、片岡くんも相当怖いとは思いますけど、まあ戦っていくと彼自身が宣言してます。別に殺されるんだったら殺してくれというような、まあ意味のね、こう心の病持ってる人間のいいところですよね。もうまさにそこは彼の中でその独特の正義感みたいなものがあるし、開き直ってる人間って怖いんですよね。だからここはどうなんだろう。まあもうその容疑者の方もなんか言ってくるとはちょっと思えないんですよね、この先。これどう、本当に偉い人に犯罪やっちゃったんですよね。途中で片岡くんが俺誰か知ってるかって言ってましたよね。言ってるんですよ。だから、当然 NHK 党の片岡、まあ立花のまあ部下だということを言うか言わないで全然違ったと思うんですよね。だから、これメディアが、マスコミが取り上げてないのは、まあ逮捕に至ってないっていうのもあるのかもしれないですけど、これ証拠がやっぱりできて、生々しいですよ。見たら本当怖いですよ。こんなのが、まあ高齢者のとことか、女性の家にこんな人が来てたらね、もう本当よくだから片岡頑張ったと思いますしね。個別訪問して何をしようとしてかわかりませんよ。でも撮影されたからって言って、それを別にアップロードするって言ってるわけじゃないわけですから、その、ネット上に公表されたら困るようなことだったら、最初から個別訪問の仕事なんかやらないことですよ。もちろん、アップされた段階で被害を届け出ればいいんじゃないんですか。だって、片岡くんの方は自分の住所を知られてるわけですよ。だって急に来られてるわけですから。でも、ね、
犯人の方からすれば片岡の住所は分かってる。でも片岡くんの方からしたら突然来た人だから、その人の名前も住所も分からない状態ですよね。だからやっぱりこう撮影すごく大事だと思いましたし、撮影だけじゃなくて、まあ録音をしながら撮影をしている機材を破壊されても証拠を残すようにというね、これ僕はずっと昔は NHK の集金に対応するときにこういうことやってましたけども、片岡くんはそれをすごく勉強して今回、まあ、実践してくれたなというように思います。まあこの後どうなるか本当は分かりませんが、少なくとももう警察の方がこれはもう傷害事件として受理をして動いていますので、もちろんおそらく八王子だけじゃないと思うんですよね。千代田区の会社なんで、他にも被害があった方はですね、ご連絡いただければ、こちらの方で被害者がいるんであればね、一緒に対応していきたいと思っています。ということで、片平くんナイスファイトでした。これからも頑張っていきましょう。以上です。 NHK をぶっ壊。